ルートビヒカールゲオルク・プファイファーは、ドイツの医師、植物学者、貝類学者。名前は、ルイスゲオルク・カールファイファーと綴られることもあり、ファイファーの読みは、プファイフェルとすることもある。多くの植物や貝類の記載者で、植物の学名の記載者項などで略記する場合は、ファイフとするのが標準。彼の著作には分類学上重要なものも多いが、時代が古いことなどもあって、 かつてはそれらの閲覧が困難な場合も少なくなった。しかし、その後のインターネットの発達で、そのいくつかは、ウェブ上で閲覧することができるようになっている。妹マリアンネは作曲家、ルイ・シュポアの再婚相手、銀行家、海類研究者のカール・ジョナス・プ・ファイファーはおじ。オームネ・リー・ポーデナ十四ピアニッシもから九と、ハベ、百七十七による。 プファイファーは、ヘッセン州高等裁判所の法務官である父、ブルクハルトビルヘルム・プファイファーの息子として、ヘッセン州、カッセルに生まれた。子供の頃から、頭脳明晰かつ勤勉な性格で、学校ではトップの成績であった。1820年にギムナジウムを卒業すると、1821年に16歳で、ゲッティンゲン大学に入学して、医学を学び、 1825年7月4日の20歳の誕生日には、マールブルク大学において、デフフレッジメナ・アルバドーレンティクエイドム、アドネクサフージューズモービーヒストリアと題する、有通性白股種に関する論文により、医学博士の学位を授与された。この後も、パリやベルリンで勉強を続けたが、1826年の秋には、故郷のカッセルに戻って22歳で医者として、開業した。 1830年から1831年にかけて起こったポーランドの11月放棄の際にはドイツ医師団の要請によりポーランド側の軍医としてワルシャーに赴き負傷者や当時世界的に流行していたこれらの患者の手当てなどに従事したこの当時の彼の日記はオスとコスラーアースットイムポルニションフレイツコンプフ1831アインターゲブーフとして2000年に ヘッセン歴史地理協会のホフガイスマール支部から出版されている。1833年に結婚したが、結婚の後は医学関係の研究はやめ、個人的に興味のあった植物や貝類の研究に熱中するようになり、この年にはリエージュ、ブリュッセル、ベルリン、ドレスデン、ライプツヒ、ミュンヘンタの各地を回る調査旅行をし、 後に発表されることになるヨーロッパの植物賞に関する資料を得た。1837年にはドイツで栽培されているサボテン類の記載とそのシノニムに関する研究所を発表した。これはエヌメラチオダイギーナスティカキャクティーレムハカスクカゲナタラムと題するもので、一般にはペシュレイバーングウントシナニミックデアインドイチェンガーテン。 レビンドバ・コメンデン・キャプティンの方の名でよく知られる彼の最初の単行出版物であったが評判が高かったことから彼はサボテンのプファイファーとも呼ばれるようになったという。このサボテンの研究は後にクリストフ・フリードリヒオットをも手伝うようになり、1843年から1850には二人の教著でアブルデン・ウンとベシュレイ・バーング・ブルーンダーキャプティンという、 図版付きの二巻本として出版されている。1838年10月28日には、オットーとジョン・アンドラックらと共に研究調査のために、キューバに向けて、ハンブルクを出港した。2ヶ月以上の苦しい航海を経た翌1839年1月5日、キューバについてみると、当初の目的であったサボテン採集についてはあまり良い、成果が見込めなかったため、 急遽海類の調査採集に切り替えた。翌年にはキューバでの調査結果について報告し、帰国後もジュアン・クリーストバール・ガンドラックやフェリペポエといったキューバ在住の研究者から海類を送ってもらい、後々までに80編余りの報告を書いている。1840年から1843年にかけてはパリ、ハンガリー、ケルンテン州の山岳地帯、リエカ、 トリエステなどヨーロッパ各地を旅行し、1845年にはロンドンに滞在して大英博物館の文献や標本を調査した。これらの成果はマナラフやヘレシーオラム・ビビンティアム・ウーント・シンバラード・ヒストリアム・ヘレシーオラムとしてに出版された。ロンドン滞在中には有名な貝類収集家のであるヒューカミングのコレクションも研究し、その中には日本産の貝類も含まれていた。 それ以降も修正にわたり、精力的に研究を続け、主に植物や陸産海類に関する多くの報告や、モノグラフを表すとともに、カールディオドールメンケとともに、海類専門の学術雑誌、ザイトシュリーフトフュア・マレコズロッジ、マレコズロジェ・シャブラターを、編集発行した。私生活では百三十三年に結婚した最初の妻との関係は、あまりうまくいかず、離婚。 1842年に再婚し後何一条を設けた。眼見な立ちで若い頃からヨーロッパ各地を幾度も旅行していた彼であったが、1870年に勃発した不屈戦争で祖国のために1年間の志願兵となった末息子が18歳で異郷の地に倒れてしまうと非常なショックを受け、それまでずっと健康そうに見えた。 彼もこれを境に急に衰えを見せるようになった。1875年の70歳の誕生日には、50年の長きにわたって医学、科学の進展に寄与した功績が称えられて、20歳の誕生日に授与された医学博士号に加え、新たに哲学博士の称号が授与された。この祝賀の席には、カッセルの各界の権威、学会、 教会などからの多くの祝辞が寄せられた。その後も明晰な頭脳と研究心は、修正衰えを見せなかったが、早をわって、日に日に終わる様子を見せ、1877年10月2日、72年の生涯を閉じた。没後、書籍と標本は、ハインリヒボルフガングルートビヒドーンに売却されたが、後にシチ,ュチンの博物館に寄贈され、手紙類は、 全県ベルク自然博物館に保管されている。専門の研究分野以外にも語学、絵画、音楽などの素養も備えた人物であった。若い時期から豊富な学級経験を積んだことでギリシャ語やラテン語に通じていたほか、ヨーロッパ各地を旅行して回ったことでフランス語、英語、ポーランド語、スペイン語などもよくできた。歴史や文学にも詳しかったほか、絵も得意で、 遠方に出かけた折に描いたスケッチやポートレート、実著に載せた図などにその才能を見ることができる。音楽は若い頃にフルートを習っただけでとオート記号以外には何も知らないような彼であったが、後には歌を歌うようになり、妹、マリアンネの夫で作曲家のルイ・シュポーアが模様した合唱会で初見で歌ったり、別の合唱会ではバリトンの独唱者が欠けていたことで彼が担当し、 特に、シュポア作曲のバージストやピエトロ・フォン・アバノといったオペラを見事に歌って、喝采を受けたりもした。しかし普段の日常生活は質素で誠実なものであったという。で、ベンツァー、さっきかウィキペディアドイツ語版の同行目より、他に学術雑誌などへの投稿論文が多数ある。ファイフは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ルートビヒカールゲオルクプファイファーを示すのに使われる。ありがとうございます。